はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、あのタコメーターのね、この照明のね、色を変えるということでね、やってきたんで、パート2としてね、ご紹介したいと思いますね。まあ、ということでね、ほぼまあ完成したんですけどね、ちょっと裏面はね、これ廃光をね、廃光のムラがね、あのできないように、ちょっとあのまあいろいろ LED のね、場所を決めたりしてたんで、まあだんだんね、これちょっと見苦しいね感じになってきましたけどねまあこんな感じでね、出来上がりましたね。まあ裏のね、LED はこんな感じでしょうかね。まあ表がね、こんな感じですね。まあ最初のね、ちょっと確認で、今ケースに入れた状態ですね。ちょっと組んでみましたね。こんな感じですね。まああの、最終組む前にね、針がちゃんと動くかどうかね、こういう形でね、確認しとった方がいいですね。まあこれはただ単にね、あのまあ電磁石でね、まああの針がこう触れるんですけどね、その戻りのためのバネがついてますんでね、まあこれをこういう感じでね、動かしたところでまあ潰れませんのでね、まあこれはちょっと確認しとった方がいいですね。そんなにね、スムーズに引っかかりがないかとかね、 OK ですね。まああとはね、ちょっとまあ指紋なんかをね、きれいに拭き取ってね、まあ掃除してね、あとはまあキャップですね、今からね。まあこのね、裏面の処理はね、もうこのグルーガンですね、ホットガンですね、こいつでね、まああの処理した方がね楽ですね。まああの耳を折ってね、かしめてもいいんですけど、結構手間かかりますんでね、これだったら防水効果もありますんでね。まああとこの辺のね、ちょっとバリをね、あの綺麗にペーパーなんかで磨いてね、やったら綺麗になるんじゃないかなと思いますね。まああのこういう形でね、あのグルーガンで埋め込みますとね、これまたのきますんでね、何かあった時にまたすぐばらせますんで、この方がいいかなと思いますね。あとはね、まあこの布テープですね、例によってね、こういうんでね、ちょっとまあアラをね隠してね、終了ですね。本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。